ラスックレー、2ロイヤルアントワープ L グループ J 第4節、UEFA ヨーロッパリーグ、L グループ J 第4節、ラスック対、ロイヤルアントワープが現地時間26日に行われた。アウェー、アントワープが2、0の勝利を収めた。今シーズンの、海外サッカーはダゾーンで、いつでもどこでも簡単、超。1ヶ月無料お試し実施中、得失点差で上回る2、アントワープが3位ラスクと対戦。アントワープにところ、する、日本代表 MF、三好康史氏は、スタメン出場。81分間、プレーした。後半開始早々に、アントワープが先、50分、デラエトが、ペナルティエリア手前左の、オケで、トラウナーに倒され、FK を獲得。トラウナー、このプレーで、レッドカードを提示され退場、フンとなった。この FK を、ラファエロフが蹴ると、壁、当たりボールは、ゴールに吸い込まれた。三好、81分に途中交代。83分、ルカクのパスに反応したゲ、ケンスが、ゴールネットを揺らし、アントワー、がリードを2点に広げた。結局試合はこのまま、両、アントワープが2、0の勝利を収めた。勝利し、アントワープは、暫定で、グループ首位にいる。得点者、52分0、1ラファエロフ、アントワープ83、1、1ゲルケンス、アントワープ、両。